1> 1人制ラグビー男女パリ五輪リアジア予選第1日、2023年11月18日、大阪市、淀ド桜サクラスタジアム、1次リーグが行われ、日本代表は男女ともに19日の準決勝進出を決めた。女子はカザフスタンに43対0、対29対0と2戦全勝で突破。堤ほのか26イコール日体大。 がカザフスタン戦で3トライを決めるハットトリックを達成するなど、2試合計4トライを挙げた。男子は A 組2勝1敗の勝ち点7で中国と並び、得失点差で同組1位通過。男女共に優勝すれば五輪出場権を獲得し、2位と3位は世界最終予選に回る。サクラセブンズの快速ランナーが縦横無尽に駆け回った。筒みは2試合で計4トライをマーク。 テントリアの仕事をきっちり果たし、トライを取るのが自分の役割。全うできた、と満面の笑みだった。まずは初戦のカザフスタン戦で7対0の前半3分だ。敵陣左でパスを受けると、相手防御から逃げ切りインゴール右へ。これで勢いをつけ、乗っていけた、と、同5分と後半2分、第2戦の対戦後半にもトライを決めた。 日体大卒業後も学生大会には出場できない OG 枠として同大ラグビー部に所属しながら IT 企業の人事部に勤める26歳。パリキップ獲得まであと2勝に迫り、次もハットトリックできるように頑張ると力強く宣言した。男子は1次リーグ3試合を通じて犬種が光った。初戦のインド戦、第2戦の韓国戦は相手をノートライに抑える完封勝利。 昨年9月に就任したサイモン・エイムをヘッドコーチが注力してきた前に出るディフェンスが機能したことで最終戦の中国戦も接戦に持ち込む意地を見せた。林首相は苦戦した部分があった。この負けを明日に生かしたいと意気込んだ。